バル・マジュースキーは、アメリカ合衆国のニュージャージー州、ニューブランズウィック出身の左投げ左打の元野球選手。正式な発音は、マイエフスキーに近い。2002年にドラフト3巡目でオリオールズから指名を受け、プロ入り。この年は当初傘下 A アバディーンアイアンバーズでプレーしたが、しばらくして傘下 A のデルマーバショアバーズに昇格した。2003年は傘下 A フレデリック・キーズでプレーした。2004年は開幕を傘下 AA、ボーイベイソックスで迎えた。打率307、本塁打15本、打点80点という成績をマークした。8月20日にメジャー初昇格を経験し、メジャーリーグの試合にも出場した。しかし、左肩の関節唇を故障し、わずか13打数のみの経験に止まり、打率も154だった。2005年は怪我の影響でプレーしていない。2006年は参加AAAオタワリンクスでプレーし、99試合の出場で84安打を放ち、4本塁打、39打点を残している。2007年は、参加 AA、ボーイベイソックスと、参加AAAノーフォークタイズでプレーした。2008年3月に解雇された。2008年4月23日に、アトランティックリーグのニューアークベアーズと契約を結んだ。2008年6月22日に、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。参加 AA コーパスクリスティフックスへ移動となった。7月に参加 AAA ラウンドロックエクスプレスへ昇格した。オフに FA となった。2009年はアトランティックリーグのカムデンリバーシャークスで開幕を迎えた。2009年6月11日にロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとマイナー契約を結んだ。参加 AA アーカンソートラベラーズでプレーした。2010年はアトランティックリーグのヨークレボリューションで開幕を迎えた。2010年5月27日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。参加 AA ミッドランドロックハウンズでプレーした。オフに FA となった。2011年はヨークレボリューションに復帰し開幕を迎えた。2011年7月25日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。参加 AAA のラウンドロックエクスプレスへ移動となった。シーズン途中で契約解除を球団に申請し承諾され退団した。その後、ヨークレボリューションに復帰し、チームのプレーオフに貢献した。ありがとうございます。